韓国原選計画アメリカ政府が拒否韓国の連合ニュースによりますと、韓国政府が進めている原子力潜水艦の計画について、韓国大統領府の国家安保室第二次長が先月中旬にアメリカを訪問し、原子力潜水艦に必要な核燃料を購入したいとアメリカ政府に伝えたところ、アメリカ政府は核不拡散の原則があるとして、 韓国政府の要請を拒否したことが明らかになりました。現状、韓国政府は中国や北朝鮮のお仲間のように振る舞っており、まあ、そういった中で、韓国政府による核軍拡をアメリカ政府が容認するとは思えませんし、また、韓国が原子力潜水艦原戦を持ってしまった場合、当然、日本も 対抗しなければいけなくなりますので、各軍拡競争がアジアで勃発する恐れもございます。現状、韓国政府はかなり強力にですね、軍拡を推し進めてしまっておりますので、アメリカ政府にはこういった韓国の軍拡が北朝鮮や中国に対する 抑止力だけではなく、現状、日本の脅威にもなりつつあるという問題がございますので、韓国政府に圧力をかけていただき、これ以上、韓国政府が日本の脅威にならないように、対応し続けていただくよう、お願いいたします。以上になります。 ご静聴いただきありがとうございました。